はい。えー、今回ですね、ご質問いただいたので回答していきたいと思います。えー、Mac に今まで出てきたことのない、得体の知れないものが次から次へと続々と出ています。開いてみたらソフトのインストールをするように案内されるので、怪しいなと思い、その先に進むまやめましたが、吉谷さんの Mac にこの、こんなものは出てきたことがありますか仮にもし出てきたらどう対処しますかちなみにバスで閉じても次から次に出てきますということで、ちょっとスクショも送っていただいてるんですけど、まあこういうのがね、もうめちゃめちゃ出ると。 いうとこなんですけども、結論これはですね、アドウェア。アドウェアってやつに感染した、感染してると思われます。まあどういうことかっていうと、まあここのページにもか、アド、アドウェアとなんぞやっていうとこで、まあこれちょっと古いんですけど、まあこんな感じでね、まあ僕も XP 時代ですかね、Windows XP 時代、こういうのにかかったことがあります。なんか海外のなんか、いろんなの出てくるみたいな、あと、こういうやつですね。こんなやつですね。こんなやつ。 このやつ。そう。で、これは、あの、除去、除去しないといけないので、除去した方がいいです。で、僕は、その Mac にセキュリティソフトを入れてるんですけど、E セットっていうのは入れてます。Mac に E セットですね。で、なんでこれ E セット入れてるのかっていうと、まあ、これ Windows の時から使ってて、プログラマーさんが一番、プログ、その時、あの、いろいろなプログラムをお願いしてたプログラマーさんが、 まあセキュリティソフトって重いんですよね。だからその、ここで紹介してるやつ、例えば、なんや。このウイルスバスターとか、ノートンとか、もうめちゃめちゃ重いんですよ。これね。まあこれ結構昔からあるソフトだと思うんですけど、重いんですね。で、そのプログラマーさん、これ軽いですよって言って、で、そっからもう多分ね、8年くらい使ってると思いますね。で、これ Mac 版もあるんですよ。 で、一応、その Mac、MacE セットで検索していただければ、30日間無料版みたいなのがあるんで、まず、まあ、買わなくてもいいんで、無料版インストールして、で、そのセキュリティ、あの、ウイルスチェックみたいなのすればいいと思います。で、削除できるかもしれないですね。まあ、多分できるとは思うんですけど、やってみないとわかんないですね。で、あとは、ただ、この E セットなんですけどさ、最近 Mac の OS がアップデートしました。 で、それにまだ見たいよっていうね。<laughs> ここにもあるんですけど、Mac の OS が新しく、その、OS がこうアップロードされて、今はなんか会員版は出てるんですよ。うん。その、会員版は出て、アップグレードあんましないでほしいみたいなね。で、そのうち対応しますっていうことで、まあ、直近、先月か、Mac の OS がアップロード、アップデートされたんですけど、まだその、会員版しか、 対対応応でできてなくて本ちゃんも対応してななくしいんですよねだから今ちょっと Mac の OS がどういう状況かちょっとわからないですけども、まあ、とりあえず、まあ、無料のねこういうその、まあ、僕が使ってるのは E セットなんで大体いいセキュリティソフトって、まあ、30日間無料試しみたいなのがあるのでそれで1回そのかけてみればいいと思います間違いなくこの今回のこの現象っていうのはあこ,こういう感じですね、まあ、こ,れでこれちょっと Windows 版ですけどこんな感じの やつですよねだからこれが、なんか、なんかをね、なんかをインストールすると、なんかね、くっつい、特にその海外系は多いんですけど、海外のフリーソフトとかをインストールすると、なんかね、このね、<laughs> あのくっついてくるみたいなね。たまにあります、あ,あの、このアドウェアがね、くっついてくるみたいな。これはだから、ウイルスというよりか、なんだろうな、まあ、なんだ、なんだ、邪魔 <laughs> 邪魔も、そう。 邪魔ですよね。はい。これ昔僕はあるんで、今はないですね。フリーソフトは僕もセキュリティソフト一応入れてるので、今はこういうのは、僕は、うん、Mac では体験したことないですね。うん。はい。まあ、この E セットがね、結構ね、うん、性能はいいですね。8年ぐらい使ってますけど。はい。軽いし、本当に。 はい。ということで、いただいた質問に関してなんですけども、アドウェアだと思われますので、ウイルスソフト、Mac ね、結構ね、Mac 使ってる人ってウイルスソフト入れてない人多いかったりするんですね。で、なんで入れてないかっていうと、Windows に比べると Mac のウイルスソフトとか、ウイルスって少ないんですよ。なぜなら、世界的に見たらもう完全ウ Windows 派が多いので、ウイルスとかこういうアドウェア作る人って、 まあ世界的にばらまきたいんで、じゃあどっち取るって言ったら Windows 取るんで。だけど最近は Mac ユーザーも増えてきてるんで、まあこういうのもちょっと増えたのかなっていうところですね。うん。はい。だあとはこれ、あれですかね。これ Chrome 開いてるので、Chrome、もしかしたら今開いてるウェブサイトに何か組み込まれてるかもしれないですね。 これ、Chrome 開いてるように思える。あ、Chrome 開けってことか。あ、Chrome がデフォルトのブラウザーにしてるのかな。まあ、とりあえず、まあ、この可能性がありますので、この、この可能性があるので、えー、なんだ、フリーソフト、こちら、フリーソフトじゃない、すいません。なんか、無料試しの、えー、ソフト入れていただいて、無料でもかけられるんで、かけていただければいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、いただいた内容について回答させていただきました。ありがとうございます。